西雲中学校、高等学校は、長崎県西園木郡都議津町佐速号にある私立、中学校、高等学校である。高等学校においては、中学校から入学した生徒と高等学校から入学した生徒との間では、第二学年で混合したクラスを編成する、併設混合型中高一貫校である。創立当初から、学生寮を設け、 全国から学生を受け入れている。1995年度より高等学校が2009年度より中学校が教学となる。長崎の在会人らが中心となり、全国的に優秀な人材を育成するため1975年設立。学業だけでなく、道徳や運動による体力、精神力の向上も注力した全人教育を指針としている。 創立当初より中高一貫校で1976年以来学生寮が校内に設置されている。校名は清らかを表す青と高くて優れていることを表す雲から取り高い志を持つように名付けられた。伝統的に医学部進学者を多数輩出しており長崎県内の医師は本校卒業生が多い。 進む学校であり、2016年度から2020年度の、ノベ主要大学合格者数は、東京大学40名、京都大学9名、九州大学88名、早稲田大学53名、慶応大学51名、国公立大学医学部医学科229名、防衛医科大学校医学科24名など。進学塾などは、ラサール。 クルメ大学付設と合わせて九州五三夜としている。九州地方の他に本州や沖縄などから入学する者もいる。設立以来男子校であったが、1995年度から高等学校が2009年度から中学校が男女教学となった。学生寮は男子は中学生用の防散寮と1997年に竣工した。 高校生用の和計量、高校女子は、学校指定下宿が、本学から近い順に、123層、順風量、逃亡量がある。古川健介本田寮長家、総中島正春集団心の活用による、学習効率の向上を心情とする。西雲中学から高校に進学する生徒は、旧校生、西雲高校から入学する生徒は、新高校生と称される。 高校1年時は個別に授業されるが、高校2年時以降は合同で学級が編成されて、文系と理系の別に授業される。体育指導も注力し、中学生は柔道と剣道が必修で、三学期は生雲坂と呼ばれる、敷地内を一周する傾斜の高い坂道で時給走が行われる。時給走は、 新棟建設工事のために2013年と2014年は中止されたが2015年に再開された9月の日曜日の午前9時から午後3時まで催される有志の生徒による出し物のほか保護者運営の模擬店を生徒が巡る2008年度まで毎年9月2009年度から8月2011年度から9月に催される 2013年に設置された生徒会は高校1年生を主体に中学3年生も参加して役員を選挙し任期は1年である。心身の鍛錬を目的に夕方から翌朝にかけて約 40km を歩行する。9月に催されたが台風を回避して2013年、2014年度は10月、2015年度以降は11月に催される。 中学が男子校であった2008年までは、中学卒業式兼高校入学式となる、中卒高入り式が、就業式翌日の3月19日に催され、高校生は春休みとなる。中卒高入り式は、中学の教学科に伴い最後の男子中学3年の中卒高入り式を最後に廃止され、中学卒業式と高校入学式をそれぞれ挙行する。 部活動は、文化部のディベート、将棋、囲碁、百人一首、写真などが活躍している。長崎バスの路線バスが、校内に乗り入れる他に、諫早、東長崎、西山、元原、大村、佐世保の6コースで、スクールバスを運行している。大村方面から高速線で通学する生徒もいる。ありがとうございます。